そのリスクを背負えない限りはそんなぬるゲーで300は絶対いかないんで、はい、握力が60あっても100あってもヘッドスピードは上がりません。で私が先生クラブ飛んでっちゃうよってバーンと、そうなんて言ったと思う先生、この街をお前にやろうこうやねんけど、こうやんか、こうやんか、こうやんか、伝わりましたこんにちは、カテゴリーズの村です。かよこです、お願いします。今日は、まあ、かよちゃんの、まあ、ドラコンのね、こう300ヤードの道をやりながらですね、はい、質問が、そう、コメント欄の方に、前回じゃなくてもっと前に、はい、ドラコンに関しての、質問、飛ばしに関しての質問、かよちゃんに関しての質問、かよちゃんに対する個人的な質問だったり誰もいないでしょ、そういうのをちょっとお答えしていく回もやっていっていいんじゃないのかな、はい、視聴者さんクラブ診断ではなくですね、視聴者さんの、質問返しコーナーみたいな感じで、はい、質問返しコーナーやっていきたいと思いますね。あなたは練習してるんですか、はい、私読んでますんで、はい、いいですか、はい、じゃあもう早速ですけどいきますね。アンビさん、300ヤードチャレンジ短縮勉強させていただいてます。質問、ダウンスイングを加速させるコツ、ポイントはありますか。握力測ってないですが、筋トレ用の握力測るやつで60キロはできるので、そこそこ握力あると思ってます。すごいな。スイング中ずっと全力で握ってましたが、握力はクラブを維持するプラス衝撃に負けない程度に力を入れればいいでしょうか。カエさんに一緒に頑張りましょう。質問を読まれるまで祈ってます。初っ端でしたよ。ナイス、273。あのね、ずっと打ち続けてるからさ、ライブみたいなもんじゃないいいショットだけをさ抜粋してさ流すわけじゃなくてさ、スイも甘いも見せるわけじゃない。だからこそ怪我しないように振るよね、うん、あそんなスイングなら打たないのがマシ。300なんて言ってない300ってそんなリスクじゃいかない。綺麗に打ってちゃダメ。モンハンと一緒。モンハン、うん、今ねモンスターハンターナウっていうのやってるのよ、うん、それが、いやこれマジな話、それをやってる時にかえちゃんの300ヤードの道はこの感じやなと思って、ここギリギリ行かないと倒せないんやけど、そのリスクを背負えない限りはそんなぬるゲーで300は絶対いかないんで、はい、球数は少なくてもいいんでね、はい、トップからの切り返しこの入る瞬間あるじゃないですか、うん、トップまで上げてって切り返しのこのダウンで真下に向かって振ってってほしいんで、そのままた地面叩いてもらうが、それを地面叩かなくて済むように下半身を上に持っていってほしいんだよね。そうそうです、そこで調整してやっていただきたいので、はい、それちょっと意識してくださいね、はい、で、さっきの質問のお返事に戻りますけれども握力が60あっても100あってもヘッドスピードは上がりません。飛距離を飛ばすために必要なんじゃないんですよ。ヘッドスピードが速くなった時にそれが暴れないように抑えるために握力が必要っていうだけの話なので、握力が直接的な飛距離に関係するわけではございません。ドラコンをするのに握力70ないとあかんとかそんなことは全くないので。ちなみにドラコン出てた時の全盛期にダイジェストさん の雑誌で測った時、はいはい、私、両手とも26でした。えー、意外じゃないんです。もう今や38歳ですけど年じゃない、え38に上がってたらいいけども、 あれでも26ぐらいじゃなかった年。あでもそうかも、26、7。そうやな、うわ若かったな今の網たちぐらいですよ。ああ確かに確かにまあでも本当26だから今びっくりされたぐらい。本気ですかみたいな、いやめちゃくちゃ本気ですみたいな、ブリンコしてますみたいなうんってやってるんだけど、もともと別にその腕力とか握力があるタイプじゃないから。そうだなドラコンをするのに握力が必要なわけではないです。ダウンスイングを加速させるポイントはありますかってことですけども、ダウンスイングを加速させるためのポイントに握力は特に必要はないです。下り坂をねチャリンコで下っていくのに前のめりに体重を乗せられるかどうかっていう、ブレーキに手を添えながらこうやってやりながら下がってるわけ。ブレーキなんかもう無視でこうやってこうやって乗れるかです。続きまして、ケンシさん。
構えへん、それでいいね。怖がるな、怖がるな。めっちゃ面白かったです。かゆさんがやってた練習はハーフスイングでどんだけ速く振れるかって練習ですか？またそこを細かく教えてほしいです。こういうそういうちっちゃいやつでさ、もっともっとってやってたよ。ハーフスイングっていう言い方をするとちょっと違うよね、伝わらないかもしれない。例えばさ、俺がかゆちゃんにさ、ハーフスイングで打ってって言ったことなんかやろ。ないないよね、うん、あきら、俺がレッスンした時にさ、ハーフスイングで打ってってお客さんにどんな言い方する？腰から腰とか。そうやな、そう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 、胸から胸とかさ、はい、あとは7割とか割合で言ったり、割合で言ったり、場所で言ったり、具体的なこと言うよね、うん、別に他のレッスンプロ的に回すわけじゃないんですけど、ハーフスイングっていうレッスンプロ嫌いなんですよ。何をもってハーフスイングなんて、まずハーフスイングを教えてくれてるんやったらいい。これがハーフスイングですよって言葉と動きが一致してる。ここからここまでがハーフスイングですよって完璧にその情報をちゃんと伝えてるんやったらいいけど、待ち合わせするのに店の名前も言わんと、目黒の奥の方とか言われて聞けへんやん。たどり着けへんって、そんなもん。だからいかに小さいサイズでいかに速く振るかっていう練習をやってました。ダーツバンド巻きながら。あ、昔ね、はい、足と手とか手に加圧バンド巻いて、腹血した状態でボールどんどん置いて、バーン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 、いけ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 、まずね、加圧バンドを巻いた状態でクラブ握ること自体が痛いの。辛いとかじゃなくて痛いの。もう痛いって言いながら、もちろん現場に加圧の先生がいてたけどね、うん、痛いから握れないじゃない、うん、でクラブが飛んでっちゃうのに先生がここで球を置いてくれてるわけ、はい、で私が先生クラブ飛んでっちゃうよってバーンと、そなんて言ったと思う先生。この街をお前にやろ。じゃあ本当鬼だなと思った瞬間だったよ。ちゅうことなんで、お前下に向かってやってるやん、うん、それをさ、体今上半身、腕下にやってるやん、下半身上にやってるやん、で胸は左に回す。そっちや、そうそうそう、こう上空振りしてもいいから、もっと上振る。それはこう上を振るのか、うん、こう上を振るのか。あ、そうそうそう、こう上を振る、そうそうそう、こうだけどこう上を振る、まあ、簡単に言うとこうやねんけど、うん、やばい、また伝わらない、このどうしよう。Okay、じゃあまず俺らが伝わるだけでやろう。じゃあこうやねんけど、こうやねんけど、こうやんか、だからこうやねん。だこうやねんけど、こうやん、こうやねんけど、こうやねんけど、こうやんか。そうそうそう、そうさるのでまたやるから。そう、こうやねん。どうする？だからこうやねん。だこうやんか、こうやんか、こうやんか、それを？で、こうやんか、で、こうやんか。じゃあやっぱさっきのであってる。そうそう。オッケー、伝わりました。こうやねんけどしか言ってないです。えそんなことしか言ってないです。服かぶってんのよ。全然違うけどね、スタイリッシュザトレーニング。こうやんか説明はいいか。あ、大丈夫です。多分言っても分からへんから、質問入れてください。分からんこと聞きたいこと。じゃあ本当にどこ振るか分かんないから気をつけてね、うん、下にが強すぎるから、うん、もっと横にも足してて。悪くないけど、今あかんかったところが一箇所ある。アキラも分かってる。えそらもだって俺のレッスン何回見てると思う。もう100回は見てるで。そらも目超えてるよな。はい、分かるよな。今のインパクトまでに加速をしたんじゃなく、インパクトの後めちゃくちゃ速く振って自分頑張った感じ出したっていうのはもう分かってたよな。そうです。ぶつかるか。当たるまでは綺麗に軌道乗せて、もう絶対大丈夫になってから、うわーって。ここでやることが多すぎて、こうだし、こうだし、こうだし、さらに加速しなきゃいけないし。あ、そうだね、飛ばしってな、忙しい。ほんまそう、忙しいねって。忙しい。ドラコンって。全員最短でベストスコア行ってもらいます。今すでに70代で回ってきたら、もう80二度と打たないゴルフ。全員最短で70代。これちょっとね、DD でね、今毎週もうこれだけやっとけと、今週これだけやれっての毎週出してる。新規の人はこれだけやれみたいなのはまあまあ、進めたいんだけど、昔からやってる人たちが本気でやろうってなった時にどっからしたらいいか分かんないと思って、黙って1週間くれる。ほんでそれやった先でスティンガー打てるんだって。あ、だって愛ちゃんが6ちょっと打ててるから。すごい。
きました。柔らかい体と綺麗なスイングが美しいです。仮に浦さんがドラコンに出るとしたらどんなシャフトヘッドで出ようと思いますか？そうやな。できる限りロフトが立っていて、できる限り長くて、できる限り硬くて、できる限り軽いやつ。今出てるヘッドの中で言うと、ポプラのエアロジェットの LS のドラゴン仕様 5.5 度。シャフトは今ドラゴンのシャフト何が一番いいか分からん。シャフトメーカーさんいましたらぜひ送ってください。いい感じで会えばもうドラゴン出ます。出ます。あ、出ますって言ったらあかんわ。出たらあかんよ。なんもないです。こんな感じかな。ラスト。はい。アカデミーに来るたんびにマンブリをたくさんしないでください。15発ぐらいでいいです。ガチブリ15発。出ちゃうことがダメな。そうよ。テイクバック。ダウンスイング。はい、ここに持ってきて。え？かいちゃんがやってるやつだ。こう。うん。俺がやってほしいやつだ。こっち。で、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 わー、やかましいわ。こっち、こっち持ってきてほしい。みんな、こっち。え？右足蹴って。こっから出てるグリップをこうやって返してくれ。うわぐわ。あ、そうそう、そんな感じ。下にというより早く上げてその道をそのまま戻ってくる感じで。そう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 。まだ一回上で止まって、これかいちゃん次のステップでトップで止まって、そっからマンブして、もう一回もうそう上まで上げて止まる、そっからもっと早く上げる。はい、ゴー。オッケー。かえちゃん、これ、完璧にできた段階で3回もいくから。確かに今の3回でもなんかもうぜいぜいだわ。死んだよ。全てのことを無視して、自分が打てる一番まっすぐな完璧な、一番いい球を打ってください。これラスト1球です。はい、これ現場で出る球です。はい、ドラゴン大会の一発目の。やつね。お願いしますってやつ。よし、いきます。おー、もうぼちぼち、あ、ドロップしたー。よかったけどなー。でも今のが一番良かったよ。よかった。ドロップしただけ。ボールもちょっと変えていこうか。これあのスピン系のボールやね。アプローチのボールを止める系のボールやねんな。うん、もうちょっと硬いディスタンス系のボールにした方がいいと思う。はい、ということで、はい、まあ、あの皆さんの、飛ばしに対する質問やかえちゃんに対する質問などなど、もう何でもいいです。コメント欄の方に書いていただければ、それを元に動画にさせていただきますので、はい、質問来てたっていう感じでやっていきたいと思いますので、うん、ぜひぜひ皆さん、コメント欄の方に質問ですね、はい、書いてください、はい、でですね、あのここのコメント欄にクラブ診断書いても読まれないのでクラブ診断の回にクラブ診断を書いてください。一番最新のやつよね。シンプルにそれがクラブでも構わへん。僕今スリクソンのドライバーなんですけど、スリクソンドライバー飛びますかとか。ああ、確かにね。水野の何々っていうドライバーなんですけど、水野の何々っていうドライバーで佳代子さんは300ヤード目指せますかとか。はいはいはい、はい、そんなんでもよくない。確かに。あ、そればっかりになるな。でもなんか意外とみんなが何かこう一緒に頑張りましょうってコメントをくれてるのは私はすごい嬉しい。そうやな、ドラゴン練習会でもやる。あ、やろう。あ、マジで。やろうやろう。お前がいいんやったらええよ。全然いいよ。みんなでああでもないこうでもないって言いながら。確かに確かに、やりたいやりたい。触れてますね、触れてますね、触れてますね。一つ飛ばして触れてますね。はい、と、はい、いうことで。でもやりたいやりたい、飛ばしイベントやりたい。そういうのもコメント欄が盛り上がったら。確かにね、そうだね、はい。なかなかちょっと日程が、はい、私が行くってなる、私がいないと多分あの意味がないもんね。はい。300ヤードの道を皆さんで、はい、私は行かないんで、ね、目指せて、はい、土曜日か日曜日か、はい、平日の日中のピンポイントなところでもし。これそうだなっていう人がいれば、はい、あと、はい、うちの練習場使ってってとこあれば、あ、確かにそうだ、助かります。あの、ね、関東近辺で、はい、あの助かります。ぜひよろしくお願いします、はい、ドラゴンイベントやりましょう。チャンネル登録のほとグッドボタンよろしくお願いします。各種SNS 概要欄の方からチェックお願いします。なんでトトトトってたでボトトトトトト。いや、昨日ねラブカーズ TV 見てて。ラブカーズ TV、ラブ、え、ラブカーズ TV。 皆さんどうもこんにちは、ラブカーズ TV 川口学ですっていう人。わかんない。え、見てないよ。ラブカーズ TV の川口学先生見てない。わかんないし、もうなんか全ての言葉がわからない。え、面白いから。ラブカーズって何、その何、車です。愛し合ってる車なの。え、違います、車が好きな人です。なんで愛し合ってる車やの。それだんだん事故やんけ。正面衝突やんけそれ。確かに。私あなた好き、私もあなた好き、うん、あー警察、警察。
さよなら。今ね、モンスターハンターナウっていうのをやってるのよ。うん。それが、いや、これマジな話で。グレード上がってくるから、そんなんじゃ倒されへんくなってくるね。ギリギリじゃ倒されへんくなってきて、ジャスト回避っていうのがあるんですよ。へぇ。敵の攻撃が当たる。あ、もう当たる。ここで避けると、シャーンって光りながらこけ、転がる。へぇ。そしたら攻撃力がすごい上がったりするわけよ。へぇ。毎回それをしないと倒せないぐらいになってくるんだね。もう今星8のディアブロスなんですけど、いや毎回やっても倒せない。もう全部成功しても倒せない。先生で倒せないやつは。いやいや、だからそれをやってる時にカエちゃんの300円の道はこの感じやなと思って、もうだからここギリギリ行かないと倒せないんやけど、そのリスクを背負えない限りは300ヤードなんて、あなた星10のディアプロスなわけですよ。そんなものは。先生がここで弾を置いてくれてるわけ、はい、で私が先生クラブ飛んでっちゃうよってバーンと、そうなんて言ったと思う先生。この街をお前にやろう。じゃあ本当鬼だなと思った瞬間だったよ。ああ覚えてる。よく来たな桃太郎。違う、うん、そう鬼退治とかじゃないから。えそのああそれか。お前も鬼にならない。違うその鬼芝居じゃなくて、そんな鬼じゃないのよ。鬼かと思ったけど卑怯者だろ。別に桃太郎でもないし、鬼退治にも行ってないし、鬼ヶ島でもないのよ。え、何柱の話。柱でもない、もう何柱でも何の呼吸でもない。ちょっと分からへんな。貝柱。ありがとうございます。まあ、完璧には覚えてないけど、あのこう振ってて、いや動きの途中で手離してもなんか何十五度な何度までしか人間飛ばせないから、こんな方には飛んでいかないから大丈夫やって言われて、そうそう、30度までしか右には飛ばんから、30度以上には打たれへんから、あのまともな勢いでは30度以上超えるともうあのカスみたいな勢いにしかならんから、大丈夫や、当たっても何ともないけって。鬼でしょ、ね、本当に。それが鬼か。鬼でしょ。鬼って言ったらな、それを50球ぐらいさ、私の血をやろう。違う、だから違うのよ。いろんな鬼いるね、なんか出てくるね。ありがとうございます。なんかすいません。いや、鬼ごみしてるわけじゃないの、別に。うまいこと言う。すぐ言う。このままでちょっとサムネを。ああ、サムネね。はい、オッケー。違う、いいツッコミできるんだよ。左手こうして、で左手こうして、こうして、こうね、で、こうね。どうする？質問系だから、やっぱこうで、こう、違う、こう、シティハンター。シティハンターって人じゃないやろ、お前それ。あるよ、エッチな青いスーツ着た人だね。質問系のポーズくださいっていう方が難しい。それやる。できそうでできない。え、できへんの？どうだ？かんない。え、すごい。ギリギリ。まあまあできるけどな。意外とできる。すごい。できるよ、それ。え？ほっ。あ、危ない。洋服だけならいいけど。中電筋洋方形筋。なくなっとかった。長いのよ、尺が。もう使えないんだから、どうせ。確かに、前全部全部オフショット行きですよ、これ。オ